アースバニーチャンネル。こんにちは、アースファミリーチャンネルです。こちらのチャンネルでは安全安心な食材の情報と無農薬無添加で農業をされている方々をご紹介するチャンネルです。今回も食品添加物についての情報をお送りいたします。名前は聞いたことがある、でも実際はどんなものなのかという方が多いと思い、この食品添加物の情報をお伝えさせていただきます。それでは始まり始まり。情報をお伝えするにあたり、食品添加物の研究開発に携わり、医薬品、食品添加物等の安全性を長年研究されてきた小籔浩二郎先生の著書を用いてお伝えさせていただきます。アースファミリーの店頭に並んでいる食品も小籔先生に調査していただき、安全安心な食を皆様にお届けできている環境です。グリシンに催眠作用。実はグリシンの問題は催眠作用にあるのです。ある意味ではこれほど危険な添加物はありませんと先生は著者でおっしゃっています。リン酸塩でも死ぬ場合がありますが、食べてすぐには死にません。グリシンは最も怖い添加物だと思います。今この動画を見ている皆さんご自身、あるいはご主人やお子様が今日、あるいは明日突然事故に遭うかもしれないのです。数年前に分かったことなのですが、グリシンには催眠作用があるのです。グリシンを食べると血管を拡張させることにより体表面の温度を上昇させます。それに伴って体の内部の熱が放出されます。その結果、体内の温度が下がります。眠りに入ろうとするとき、体は自然に体内の温度を下げるのです。ですから、グリシンを摂取すると、自然に近い眠りに入るのです。グリシンは、眠りに入りやすくなるだけではなく、睡眠の質も高めるようです。健康食品として、テレビコマーシャルや、近頃では、ドラッグストアでも購入ができます。健康食品で使われている主成分はグリシンですが、医薬品の承認を得ていませんから、睡眠薬ではありません。ですから、睡眠のサポートとして、寝つきの悪い人、目覚めがすっきりする、などの宣伝文句で販売しているのです。ぜひ一度、グリシンで検索してみてください。いかがでしたでしょうか。少しでも添加物について理解を深めてもらえたら幸いです。以上、グリシンには催眠作用がある?についてでした。食品添加物は日常の食事でほぼ毎日皆さんの体に入っています。そして、その添加物でどのような健康被害が発生するかは予測ができません。アースファミリーチャンネルでは、少しでも添加物についての理解を深めてもらい、日常の食事が安全で安心なものをモットーに、そして各家庭の食卓に添加物が減ることを一つの目標にして啓蒙活動をしています。これからもよろしくお願いいたします。次回、食品添加物、グリシンがもたらす催眠作用が事故を招く?お楽しみに!